今ちゃんとした工具でいかなきゃいけない。いや、いいですよ。荒技、荒技マスターって。荒技がすんげえ今手抜きの人。今、ピットマンの大きさがあるんですね。合わなかったということなんですか、このピットマンのあれが。いや、結局あれ、三菱は踏み込みセンサーがこういう踏み込みセンサーやから、はい、うん、ちょっと短くされてからね。普通はこの辺から、だいぶ上から吊るして、吊るしてこう、ひこひこなるんだけど、三菱はね、だいぶ、この頃の三菱の踏み込みセンサー短い。ああ、短くて、今ちょっと元のついてるピットマンと合わなかったんで。比べてもいいけどね。そうか。絶妙に。絶妙に変わっちゃう。モンキーでお着しろとどれが取られるのかなと言えない。ラケットかスパナ使いやすいからそうだね。いいよ、プロじゃないからね。まあ、一言もプロなんか言わんから、ね。いや、まあ、深夜さんではないですからね。そう。縫製屋ですから、ね。縫製もプロではない。あ、そうなんですか。だって、パターン引けんのかし。いや、まあ、それは縫製はパターン引くもんじゃなくないですか。いやいや、だって昔のパターンなんて、縫うからね。ああ、まあまあまあ。もう、わしの先生たちは手でパターン書いて、持って自分のサンプルの家やって、もう、そら、もう、ごめんなさい、勝てませんの世界やもん。まあ、それは縫製屋の枠は超えてます。もう、モデリストっていうかなって。いや、でも、昔の、本当だから、テーラーで言ったら、テクトソニーさんも見とるよったやん。テーラーまださ、はい。あ、怖さ、あれすごいね。まあ、そうです。なんかもう。いや、あれがプロよ。まあ、そうもう次元がっていうか、もう一人で何でもできるっていう。そうだから、わしも裁断から仕上げまではするけど、もう、わし唯一自分ができないのパターンね。ああ。パターンできたらわし自分でプロって言っちゃう。今からパターンどうですか？いや、もういい。儲かんないからいい。ああ、まあそうです。まあ、あとなんか、今やって手でやる作業とは結構変わっちゃいますもん。今、CADとかでやったりするから。だからやっぱり、昔の人って、やっぱり布がこういう布とかこういう布ならこういう風に動くとか、ちゃんと特性分かってパターン引くもんね。昔の職人さんは。ああ、そう。まあ、自分で縫えるからなんか、厚みこんぐらいで、こんぐらいだれそうだなみたいなのが縫えるから分かるけど。そうこの字の目とか、この折りがこういう動き方するから、こういう風なっていうのをちゃんと、まあ、分かったパターン引くから、やっぱり、僕らもやっぱり昔のパターンの人には一目置くよね。ああ、そうか。そういうとこっすか。そう。だから、パターンの人言われたことあるんだけどね。はい、もう井上さんも、2、3ヶ月やったら多分もうパターン引けるよって。ああ、縫いがそうだ、そんだけ分かってる人なら、パターンはすぐ分かるはずよって言うんだけど、まあ、その暇はないよね。まあそう。ありがたいことに。ありがたいことにね。まあそうっす。単価が変わんないなら、まあ別に頑張って今覚えなくてもってなっちゃいます。そう。もうやっぱ食える方やったいなるから、ね。まあそうっすよね。だから、ソニーさんと文化の時ガチでやっとけた金もっと。まあ。私は落ちこぼれですので。でも今になってみて、あの時言われたこのことって、まあ、これのことだったんかよ。まあそうです。そういうのはあるけど。うん、まあ。文化を入れるね。まあそれ相応で頑張るしかないですね。よし、これでリンクもついた。リンクもついたから乗っけてみましょう。大体組み上がって乗っけて、試運転的な感じです。あー、この一本大トロだ。おー。あ、ぴったり。これ三菱用のパンやったんやな。なるほど。三菱タイプ。一発で乗ってた。気持ちいいね、一発はもう。この間のボコンボコンって押す。まあそうです。やっぱ手抜いちゃいけない、こっちは。まあそうです。オッケー。うん、全然、ラコには感謝せんわ。試運転しましょう。いやいや、まだベルトかけない。ベルトかけて、いろいろかけて。そう。要注意ってことですね。うん、単純に変えればいいだけと思ったから。そう、クラッチとまたね、ああ、なったら、モーター出てちゃうから。なるほど。そういう問題が起こってしまう。モーターメカニックでまたモーターのこの大きさちゃうじゃない。ああ。そしたらまたそのモーターの直径で大体合うベルトがまた変わってくる。なるほど、うん。意外とそういうとこ見落としてたら、よし、変えるだけかと思ったらとんでもないことになっちゃいます。うん、とんでもないことはないけど、もう今日使えんってなっちゃう。もういいよね。そうか。そういうとこに要注意。ベルト問題難しいですね。すごいですね。こんないっぱいあるんですね。うん、ジャンプ外してるね。こんななんか捨てれんのよね、ベルト。ああ、たまにその1個があるおかげで。こいつ行ってみようか。はい。一回り小さいの。今はダボダボすぎたと。うん、42インチ。ああ。多分42インチぐらい小さい。たかがベルトでも、もうってなるんですか。ああ、もう1インチやな。ああ、ってことは40、それが。40くらいやな。最悪はわしのミッションどういうはずか。またわし買えばいいよ。すいません、パーツ泥棒みたいになっちゃって。どこも42やな。そのたかが1インチがって感じなんですか。たかが1インチがね、あ、これもちゃうやん。これ41。40だな。されど1インチですか。40。こんだけミシンあって、ないこともあるかもしれない。またさらに部屋があります。これ猫ちゃんのお家ですか。元わしのミシン部屋で、今猫部屋が。ミシン部屋が猫部屋と。そうすごい。さらにベルトが、同じ量の量。すごい。在庫が半端ないんですけど。やっぱり縫製工場だけあったパーツの量がすごいですね。まあその一つで今日できるか。すごいですね。ベルト一つで変わってしまうんですね。お、リンゴ、リンゴ。ありがとうございます。三度目の正直ありがとうございます。おだ。これで吊るしろ合わせば。吊るし、ああ、ちょうどいいボヨンボヨン具合があると。おだ。これで、これを突っ張ってたら OK ってわけではないと。うん。ベルトの強さは、はい。おしらみたいなの、おっさんの腹の弾力感か。ビヨンビヨン。おじさんの腹の弾力感。これは、不要。あ、ちょうどこのぐらい。おっさんの、腹が。これ、こうやって持った方がいいですか？指一本。ビヨンビヨンだね。おー。
指2本で、こう、間を、わしづかんだぐらい。です。いやいや、もうこれでぷんよ。あ、ぷん。ああ、じゃあ、これがゆるゆるすぎると空回りしたりしてしまう。そう、もうあの、スイープしたからね。あ、強すぎると、どうなってしまうんですか、逆に。いや、強くてね、やっぱりそのヘッドこう、どうかね、はい、傾いて縫うことになるから、やっぱり。なるほど。どっちかに負担がかかるわね。ああ、パンパンに張りすぎるとどっちかが暇があるまではいかないけど、そういう感じに負荷が。よろしくはない。なるほど。ただ強ければいいというわけではない。まあ、ベルトも切りやすくなったりしそうですね。パンパンに張っとったら。そうそう、やっぱりね、負荷かかっちゃうから、ね。ああ。やっぱ糸と一緒、緩みが必要。なるほど。うん。今緩めていい感じの糸を。そう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 、探します。このこれね、ベルトセンターを。はい。ああ、この位置から、ど真ん中に。ここくらいな。それが。うん、このポリポリセンターね。ああ。ここが、自在に、ちょっと微調整できるぐらいになってる。そうそうそう。溝が横に動くようになってるんで、それで今、ど真ん中に合わせていたと。これ、私がセッティングしたんで、もうそういうとこ見落としてましたね。セッティングしたというか、まあ、あれか。いや、なんでも修行です、ね。あれ真ん中じゃねえって気づくと。でも、私なんか最近あれね、鉄道ソイブ青年の YouTube ばかで撮って、ワルコンテンツは相方だ。GoPro。いつまで撮っても撮ってないんだ。撮れ方をします。二刀流で。うん、もう今からもありっすよ。僕は二刀流で持ちながら。ええな。うん、いい弾力です。ちょっといいぐらい。私のお腹の肉ぐらい。ああ、僕が想像してるより結構ゆるゆるですね。こんなもんなんですね。このままでいい。じゃあこれが、まあいい感じに負荷かかんないで、そうそうそう、空回りしませんよぐらいだと、うん。ありがとうございます。続けて、それを調整すると、この、なんていうの、糸巻き機って。もうすでに今ぐらいいけるからね。ちょっと、なるほど。開けましょう。これをいい感じにせないと。何も回っちゃうからそうですね。止めといても回っちゃうというおかしな現象になるんで。あ、これ動かしたらほら、緩んだ。なるほど。当たっとったんで。ああ、干渉しとったんで。そうそうそう。これを押した時に当たるぐらいにしないと。もうちょい。誤作動してしまうと。なんかわしの中年バラよりもあのデボの腹みたいな人だから、うん、もうちょっと広めましょう。いろいろありすぎた。そうか。ここで簡単にね、ベルトのエクステンション。この軸で。これでこう、ね、モーターこれだけ。落ちる。もっと緩めてみましょう。ガバッとここでね、テンションかけるから、やっぱり。そうか。だからもうドンと落とした位置ぐらいで、だいたいいいぐらいになるから。なるほど。それでいい感じに突っ張るの、うん。ああ、そうですね。ちょっときついか。まあそうですね。このぐらいね。ボヨンボヨンではないと。いい感じぐらい。ああ、まあこんぐらいでしょうね。自分が想像してたのはこんぐらい。うん、さっきの。おさの腹ぐらい。だからまずはこの中心にプーリーのこの軸を持ってきて、その後にボヨンボヨンをさっきのネジで調整すると。そんぐらいなんですか。ビールっぱらになってきましたか。なったね。いつの間にか。一言飛ぶよ。結構そういう青年もそのうち飲んでから50ぐらいだったら、まあ。毎日飲んでるけどまだいかないですね。ああ、育つよ。あっという間。大きくなる。昔あったね、そこましょうが。体が重くなる。丸大ハンバーグの中でね。あ、そう、うん、大きくなるよ。という CM を知ってる方いたらコメントください。一世を風靡したハンバーグの CM らしいです。座礁はやな。でも未だになんか岡山のテレビ見てると、うん、正方形の CM がなんか流れたりしてますね。あ、でもあるよ。私、うん、の子供の頃からね、このコマーシャルまだ流れてるのあるよ。いやいや、しかもノイズ入ってるような、なんか、うん、それまだ流すのみたいな。新しく作ればええじゃんっていう。あるよ、ある よ。すごいっすね。企業魂。あ、こいつ。変圧。はい、ここから。タッピングどうかな。どういうか。いや、なんか適当なタッピングで。チラシに入ってるか。一個でぶら下がっとんじゃん。あ、ネジいっぱいある。うん、あ、これでいい。どういうか。あ、これでちょっと。多分、ここについてて、なんか、これいらうときにどかしませんでしたっけ？なんかね、もう忘れたね。なんか、このオイルパンのつけるの邪魔だからどかしませんでした。なんか、干渉するかなんかで、これをここに移動させた記憶がある。そう。で、どかしとけって言ってどかして、そのままか。今に至ったのか。あられやな。これがあれっすよね、ライトの。そう。ってことのね。でももう、これ少ないけどね。ああ、まあそうっすね。なんかこれ最初見たときなんだろう、なんか爆発するのかなみたいな。次元爆弾みたいな。今みんな LED だもんね。そうっすね。もう今普通にこのコードから繋がって、やられてる。どうしようかな、これ。変質の穴当てるかって。ああ、なるほど。これはもともと、クラッチで使ってたミシンなんで、そうそう、このね、変質が、今のタイプは、デフォルトのとこにね、変質とかコードの通す穴がここにおるんだよね。そうか。自動糸切りとか、変質機のこのコードを通す穴が本来開いてるんですけど、ここはもともとなんせクラッチモーターで作ってたミシンの机なんで、それが穴開いてないと。開いてない問題。これは何？謎の穴が。まあ、こんなんじゃ全部。なんだろうね。これは無理。あ、これ多分あれよ。ケコトの穴。ああ、なるほど。コネクタの。じゃあ、すぐ、開けちゃったらもう飛ぶ。ああ。ここら辺はおかしいか。いや、開くんだけど、モーターがキクズマブルになっちゃうから、モーターした方がいいよな。やばいっすか？ぶっ壊れる。いや、それはない。ないけど、キクズマブルじゃない。ここに入り込むってことですか？いや、このまま外回すのいいんだけど、不細工な。ああ、まあ。でも、干渉しないはしないけど、うん、まあ、言われるかな。え？言われるかな。かっこよくないで。めんどくさいな。まあ、とりあえず瞬間でしょうか。そうですね。とりあえず瞬間でしょ。動かしてから考えることにします。はい。相手やることはありましたね。そう。ライトがつくと、いろいろめんどくさかったり、コードがつくと、穴開けなきゃいけなかったり。これなんかライト止めとるプレートが。これは元からこんなチューブラリンでした、ね。え、そんなことないやろ。あ、これか。うん。これ入ってなかったですか。まあ、多分家にありますわ。ある？それかまあ、なんかから取るんで。うん。多分あったと思う。なんかね、ここ押さえて、調節でこう、ぐっと絞るやつがあるんだね。取ったってことはある。あるから、家にあるはずです。うん。これが取るはずって。さあ、楽しい鍵見をやってみる。はい。解明しましょうか。ただいま、サーボ、動かし中です。やっぱ、あの時のクラッチとは大違いですね。あ、大体あるな。もうめんどくさいから、これでこっち行く調整しようか。あ、傾けて、で、固定すると。これ洗わざっすよね。わざわざ中身開けないでも。そう。もう横着ね。普通はこの中身開けて変な。そうそう、検査する。時計みたいなのがあって、それを動かして、張り上げ、張り下げの位置を調整するんですけど、もう洗わざは、この、これごと傾けるというね。いや、今横着。要は単純に横着よね。まさに適当そういうんですね。これ入らない。
あ、そうですか、うん。大きさが違うんですか。いや、L の方が L。ああ、そういうことか。直線だから。あの、プリ当たっちゃう。なるほど。そういう事情があると。こういうのは L 用の六角じゃないと、こういう風にね、買わないらしいんで、この荒技は、まあ、使った方がいいですよね。もう本当、デリケートな、片方だけ動かしたいとかだったらね、開けなきゃいけないですよね。そうそうそう。両方微調整一気にするなら、あ、いいっすね。これはもうどんぐらいがいいとか、もう好みの問題ですか。いや、これとね、これも結局、張り上げの時に、はい、この停止位置で、下の、釜の糸のその絡みが、パッと、はい、糸解放が取れる瞬間があるから、そこに合わせておかんと、針を上上げてるのに糸が全然前に抜けないっていうことが出てくるから。抜ける。そう。抜けるっていうのは釜が一周して、そう次を。離すタイミングがあるね。その離したタイミングじゃないと、うん。そう。だからこれの途中だったら、まだ糸が捕まえてる場合があるから。いくら針が上がってても、それを。完全上視点で、糸が最後の糸掴みから、釜が外しましたよ、のところで、上視点合わさんと。針を上がってるのに、糸がいくらやっても来ないっていう。ああ、そうか。じゃあ、そこはもう縫って確認。ああ、そうですね。まあまあ、でも、もうこの位置だと絶対しょうがないんやけど、大体上の方来てれば、まあまあ、大丈夫ですね。そうは言い切れない。うん、言い切れない。なるほど。微妙な微調整とか、釜タイミングによっては糸が抜けないことがあるんだけど。物によって違うそうなんで、もう、やっぱ試運転ありきで。うん。でも、これはベテランの勘で、このミシン何台も触ってるんで、まあ大体ここっていうのが分かっています。そこで一旦仮止め的なノリっすよね。うん。いや、もう合ってる。間違いなく合ってんやけど。さすがですね。いや、まあまあ、なれよね。まあそうですね。自分のミシンもこのタイプも何台だったし。そうですね。これが359になって、いろいろなって、あのエース機種になってるわけですから。うん。だから359に比べたら、これ糸切りはないんだけど、オイルパンがあるから、まあ、そうなることないもんね。あ、糸切りはないですね、こいつは。でも、オイルパンで極厚の上下ってなかなかないですからね。ない。でも、だから逆に、糸切りがいらないタイプの縫いの時にこれ使って、もう一台前、フィルター縫いの時のやつをやってた。あの白のブラダー。最初にコラボさせてもらった時の、白のブラダーでしょ。厚い布を何で縫うみたいな。あれは糸切り。あれは点差しのタイプの、オイルパンではない方ですか。あれは鉄板タイプ。なるほど、そうか、使い分けると。そうですね。厚いのでゴロゴロ塗って、返し縫いの鳥布のつも、なら言われんようなもん作るときは、まあそうっすよね。で、革やな、中身の革。革。忘れました。ビニールレザーかなんか。いや、マジですか。すいません。ヘマしてしまいました。